とう。イングリッシュマフィン下はシャーナすぎる。なんでこれ、あのエッグベネディクトソースが最高。これ私ケチョウが半分しかできてないの。大丈夫かのホテル一泊しました。満喫しました。夜も朝も食べ過ぎ、腹パンパン。さあこれから海卵へ行きましょうかね。ちょっと待って、よいしょ、ここ一生住めるね一生ここで毎朝毎晩あのご飯食べたら恐ろしいから一泊で帰りますさあ行きましょう。よいしょ。今日は雨です。別府の湯煙の街は雨です。だけどきっと私が外に出たら雨は上がるでしょう行きます。さあ今からまたこうちょっと離れた立中に、歩いても1分ぐらいのとこやけどバスで20秒で着くとこに連れてってもらいます。どんだけの大荷物これ。車でよかった。バイバイ。海卵です。レッツゴー。え、タカモン。やっぱりね、私が外に出ると雨が上がりました海卵、海卵。さあ、これは4年、4、5年ぶりの海卵。はい、海卵です。今日は2023年6月28日さとみさん、お誕生日おめでとう。水族館、ザ・水族館リバーゾーン、なんですかねこれ。川、川魚。これこの前あのアマゴの塩焼き、あのおもご、おもご茶屋、おもご茶屋で食べたアマゴってこんなんやったよね。ごめん食べて美味しかったなんか川の魚ってわかるね、海の魚と違うね。ちょっと大分北部のボラ、これなんか釣れるチヌとかね、海の魚よね。当てました。イオナダ。ここはイオナダなんやね。ここ隠れてる、あのあれやね、ソラスズメダイ。スズメダイってあのよくおるやつよね、上の方にたまにかかるやつ。ここはすごいよ、海海。みんながこんなんなったん、こんなんがおるん、ほんとに。クエ、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 クエおるね、クエとかおるって言うよね。すごい、ほら穴釣ったことあるね穴釣ったよね、前。こぶわいいわ、あれよね、尻尾に毒があるんよね。何が何か全然わからんけど、アジアわかるね。通ったらアジアわかる。次はワンダーゾーン。その時、不思議なことが起こった。変わるんじゃ。見るとこにおるような感じの、メキシコトラフ山椒魚。なんかシロちゃんみたいよ、みゆちゃん。え、手があるってことは何、山椒魚って何なん、両生類。かわいいやつがあった。出た出た、かわいいチンアナゴ。かわいいね。最初あるよね、今ちょっとチンアナゴちゃんってもう有名やけど、最初出た時びっくりしたよね、名前に赤目って動かんのやって、これ動かないことで体力使わんようにして生命維持やと。ってことは無駄な動きな私はあれやね、かよしぬやない。青旗、青旗って何、美味しいやつじゃない。え、こんなんやった青旗って。青くないや。
こぴょこぴょこ合わせてぴょこ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 。あ、見てこれもあのカメレオンやね。分からんやん、どこにおるか。砂の色した彼上手に紛れて岩の上に行ったら岩の色になるんやろかね。ちょっとずつ変わりよるやん、ほら。カメレオン、カボスヒラメとかカボスブリとかあるんやね。やっぱり大分はカボスやけん、愛媛のみかんブリと同じ感じ。これブリ、すごー、こんなん釣りたいね。モジャコ、ヤズ、ハマチ、ブリと名前を変える出世魚です。今これはハマチぐらい。キラリンキラリンキラリンこれが釣りたい、一番釣りたいやつ輝く海の太刀、いやこれ釣りたいこのぐらいのやつが釣りたいね。ちょっとまたちっちゃいぐらい、こんなん釣れるね。本当に勝たないよね。水の呼吸、すごっ、太刀かっこええ、すごいね。本当にこうやって泳ぎるもんね、海で立って。かっこいい、キラキラ。あ、出たよ、これはよく見る。これはイワシね。こんなんおるねよ、海に。瀬戸内海でも、上海でも。あ、クラゲちゃん、クラゲちゃん、美しいクラゲの世界。これは何、ライトアップで変わるだけ。びっくりするやん、クラゲの色が変わるのかと思った。変わるんじゃんかと思った。綺麗ね、綺麗やけどね、ここで見たらね。海で釣りしてるとき見たらパーカちゃん。おー、これは糸引きアジ。アジ？これアジ？あ、ほんと。え、身のカサゴ。花身のカサゴ。ここ、カサゴってあれやない？ここのこと？花身のカサゴ。へぇ、芸術作品みたいなよね、この顔は。岩陰の生き物。見て見て、いくよ。ユリウツボ。ユリウツボこれさっきのあの続きやね。映画泳ぎやったとこの陰にこんなのがおるんやね。ウツボ？これやね、ニセゴイシウツボ。あ、こっちか。トラウツボ。ユリウツボ。これユリウツボ。ユリウツボなんかちょっとブサイクだね。なんかそこの方にあれなんね。あ、悪い顔しとる。海の中もなんかこうなっとるわけ。ほんなら、ほんでこうやって投げて、あれよね、針がこんなとこに引っかかって、あーってするよね、きっとね。オーシャンゾーン、オーシャンゾーン。トンネルや。すごい。これ早いけどね、結局ね、結局同じ海を見よるってこと、ずっと。ヤマハアートピアノ、何が書いてあるんやろこれ。すごいね。さあちょっと弾かせてもらいます。海ということで水平線を弾きたいと思います。すごい響く。